白いの。おはようございます皆さん。まだ白いね。まあいいや。今日はこれからニューヨークに行ってきます。で、私のフォトグラファーのお友達のミキちゃんが赤いポートレート、レッドポートレートっていうのを彼女が今やってて、それを私の分今日撮ってくれるって言ってるから、そう、それでミキちゃんにそのレッドポートレート撮ってもらってから、いつもね、ミキちゃんがニューヨークに遊びに来ると会うメンバー、私とミキちゃんとあとマユちゃんとかがいるんだけど、彼女と3人で会って、これから会ってランチをするんです。疲れた、マジで。ミキちゃんの滞在先に着きました。これから写真を撮ってもらいますよ。大丈夫？大丈夫。ね、このさ、こことか薄く出ないんだ。あ、ライト入れた時。できるもん、フォトショップ。できるんだ。うん、その布ね、夏に買ったの。まあ、あったんで。あ、そうなの？うん。もうその布は一生大事にする、穴が開いても。まあ、あったの布だって。まゆちゃんに聞いた布屋さんで買いました。あ、ほんと？はい。これ？あ、ウーバー着いた。Hi. Hi, how are you? Hi. Yes, this is Mickey. Okay, how are you? Alrighty.Not this. What's your number, right? Yes. 早かったね。今ウーバーに乗ったよ。早かったね。見てたもん、この車私。あ、そうなの？うん。家族で来た時も、うん、ミキちゃんとさ、ツーショも撮ってないわけよ。ツーショ？うん。あ、ツーショット？ツーショット。ツーショットも撮ってないわけ。それで言ってんのね。今からホテルに、あ、ホテルっていうか、次のカフェに行きます。こっちにいらないよ、ね。ありがとう。コーヒーを飲みに行きます。いい家族だな。大感謝。しかもそこで撮りたい。ミキちゃんはいつでもどこでも写真を撮っておりますので、自分の写真が全然ないということでですね、私たちが今日は彼女のニューヨークの、写真を撮ってあげるんでございます。撮ってあげるんでございます。そんなあなたも撮るわ。 Yes、 かわいい。顔全然笑いすぎてさ、赤ちゃん生まれたらどうする。写真撮影してるんだって。見てない方がいい。私たち今どこにいる？ピンクの同じスニーカースタイルかもな。かわいいです。そう、かかってもかわいい。かわいい。
Yes. Nice. Yes. Walk it. Work. Teamwork. That's gonna work. Teamwork. Sorry. That's gonna work. Teamwork. っていうのがあって、光の色をまず決めないと、うん、なぜなら自分で決めなきゃいけないから、そうです、ね、で自動にしてると、うん、それは自動で決め、まあ、なんとなく決めてくれるから、うん、でもなんとなくだとやっぱりちょっと偏ったりするわけ。なるほどね。マニュアル操作で自分でアジャストしていくのがマニュアル、うん、じゃあさ、そうなるとさ、家の基本的に住所を振られるだけ。あ、おはようございます。今日はこれからティーフクリーニングに行ってきますよ。歯のクリーニング。ニュージャージー超寒いんだけど今日。終わった。よし。あ、寒いよ。次の月曜日にステイトボードのテストがあるの。私9月、2018年の9月に筆記パスしたじゃん。ビログにも撮ったけど。で、あれが終わって卒業して、最高でも4ヶ月待つって言われたの、その実技のテストを受けれるまでに。で、それずっと待ってて、で、メールが届くはずだったのね。で、ずっと待ってたんだけど、全然来ないの。ね、だからさ、電話したりとかして、したらメールで2週間後とかに着くわよ、みたいな感じで言われて、でも、なんだかんだ本当4ヶ月経ってぐらいの時に、違うね。4ヶ月経つ寸前前ぐらいにやっとメールが届いて、そう、1月の14日にテストですよっていうメールがやっと届いたのね。で、それが次の月曜日で、今日が木曜なのよ。木曜日で、ちょっと必要なものとか、そのテストに必要なものを買いにこれから行かなきゃいけないの。まず必要なのがPSD と PSD と、ここはね、プロのライセンス持ってる人しか買い物できないビューティーストアなのよ。あれ、 PSD タオどこだ。グローブスは持ってんのよ、やっぱり。PST タオル。PST タオル。これじゃないよね。ちょっと聞こっか。これを買わなきゃいけないんだよ。こんなに買わなきゃいけないの。
豆の音、鬼はこっそり逃げてゆく。皆さん、私が今何をしているかというとですね、ちょっとね、手が乾燥してるね、ものすっごく。手がすっげえ乾燥してる。今別にね、YouTube のビデオ撮ってんじゃなくって、ステートボードのテストがさ、あるのよ。月曜日に。で、昨日ね、木曜なんだけど、昨日、昔の先生に、テキストしたわけ。なんかさ、紙に書いてあったので、ちょっとわかんないのがあったから、それについてテキストしたら、明日、学校にちょっと来なさいと。全然時間かかんないから教えてあげるからって言われて。で、今日行ってきたのね、学校に。そう。で、それでちょっと、私がわかんなかったことに対して教えてもらって、そう、今日学校に行ってきて、それでわかったの。どうやらなきゃいけないか。なんですよ。で、別に今ビデオ撮ってるわけじゃないんだけど、練習しなきゃいけないわけ。で、テストがね、全部で2時間半あるらしいのよ。2時間半もあるんだって。2時間半もあるの？そんなない気がするんだけどな。まあ、先生2時間半ある、2時間半あるって言ってて、で、その全部のステップが9、9ステップあるのね。一番初め、なんか、殺菌みたいなから始めて、で次にシェービング、ヒゲ剃るの、全部このマネキンの上でやるのね。ヒゲ剃って、次にヘアリムーバルだから、ワックス、眉毛のワックス、あ、眉毛の毛抜くのと、あと唇のワックスするのと、で次になんかシャンプーをするふりをするたしたりとか、 あとはそのなんだっけ、カーリングアイロンあるじゃん、あれの正しい使い方とか、そうだね、あとヘアカットもあるでしょ。であとケミカルサービングスだから、ケミカルはそのカラー、髪のカラーのやつとかをやって、あとネイルとか、まあ私が分かんないで聞きに行ったのはネイルなんだけど、そうする全部あるので、それもさ、ステップがあって、そのステップを間違ったりとかすると落ちるのよね。だから、それを練習しなきゃいけないんですよ、今から。で、なんかこの間ね、ちょこちょこっとバーバーに行って、この下の方を切ってもらったので、そのバーバーの人たちも、バーバーとコスメトロジーはさ、ライセンスが違うんだけど、まあテストどうだったみたいな感じで聞いたんだよ。なんかみんな言ってたけど、なんか筆記さえパスしちゃえば実技なんて超簡単みたいな感じで言うわけよ。ねえ、でもさ、私学校でその全部通してやってないから、それがすごい不安なんだよね。まあいいや、とりあえず練習しないと。OK、どこまでやったんだっけ。これなんかすっごい私中途半端に終わってるね。そんな感じなわけ。でさ、このさ、マネキン数日こういう感じにしてるのね、この部屋で。で、入ってくるたびに毎回毎回ホッてやってんの、私一人で人がいると思って毎回で自分に突っ込んでる、毎回やってんじゃんつって。ちなみにステートボードってずっと言ってるけど、日本でいう国家試験みたいなもので、もアメリカの場合州によって全然その法律とかも違うから、州によってのライセンスなのね。だから私はニュージャージー州のライセンスを今取ろうとしてるんだけど、 We'll have a 2.5 minutes to mock the soft plus and 2.5 minutes to mock a hard plus left front right here.
今日はテストの日ですよ。今8時ちょうどだから8時半からテストがあるから30分早く着きました。あー超緊張する、超緊張するけど多分大丈夫と思う。心配なのがトイレ。まあいいや、なんとかなるわな。じゃあ行ってきます。なんかね、今日答えはわからないらしいのよ。答え今日結果は知れないんだって。手紙で届くらしいの。それもいいだよね。OK、 じゃあ行こう。じゃあね、 Wish me luck。 終わったよ。はあ、今11時12分。なんかね、一個だけ引っかかるのがあるの。はあ、なんか一個だけ引っかかるのがあるんだよ。なんかバレルカーとか言って、そのバロカーっていうのはね、なんかコテで巻くくるくるしたやつなんだよ、髪の毛で。それやってって言われて、あー OK、 そのやってって言われた場所が分かんなかったの。なんかバロカーをやりなさいって言われて、ちょっと発音おかしかったらごめんね。バルカーやってって言われて、バルカーってあのフィギュア6か8どっちみたいな。で、6でも8でもなくてバルカーやってって言われて、で、バルカーってなんだっけ、ただのカールとか思ってさ、ちょっと巻いたの、適当にね、カチカチしながら。で、それが合ってるのか合ってないのか、その後にフィギュア6やってって言われなかったから、いやー、それ以外はね、ここのパート全部大丈夫だったと思うんだけどな。なんか一個だけね、その分かんなかったのが、おもむろにその何見てる人、なんていうの、インストラクターじゃないけどさ、に分かって、それがちょっと引っかかる。それで落ちたかなとか思うけど、そんなことないよね。どうなんだろう。今結果が分かんないってのが嫌だよな。バラカー、まあ、とりあえず臨機対応したから多分大丈夫だと思うんだけどっていうね、なんかこの不安。なんかメールで届くって言われてるから、手紙で届くって結果が、なんかそれをさ、来るまで毎日待たなきゃいけないのがストレスだよね。まあいいや、もう終わったから、とりあえず家帰って招き洗おう。はあ、やっと終わった、イエイ。こんにちは皆さん。実はね、昨日分かったんですけど、先週の月曜日にその実技試験を受けに行って、でこれがパスできたら、もう晴れて美容師みたいな、最後のテストだったのね。で、それをこの、先週の月曜日にテスト受けに行って、で、それから合格したら手紙が届く。まあ、落ちても落ちなくても手紙でわかるって言われてて、で、毎日毎日メールボックスをチェックしてたの。なんかなかなか来なくって、で、一週間経ったのね。で、一週間経ったぐらいに、あ、そうだ、そういえばオンラインでもチェックできるんだと思って。で、オンラインでチェックしたのよ。で、したらまだ結果が出てなかったのね。で、あーと思って、それからもう、毎日、オンラインでチェックしてて、で、週末は、土日はもちろん、何そのテストのさ、結果やってるところも空いてるわけないから、できるチェックしたりとかして、で、
今が木曜日じゃん。で、昨日水曜日だったんだけどね。昨日、1週間経って2日ぐらいじゃない?それで、昨日ね、朝、起きてチェックしたの。で、チェックして、変わってなかったのね。で、お昼ぐらいにチェックしたの。で、また何も変わってなかったの。で、あ、もう落ちたなら早く行ってくださいと。もう私、もうその次テスト受けれる準備するからと思ってたわけよ。で、そしたらね、子供たち迎えに行って2時半に帰ってきて、3時頃じゃん。で、それでチェックしたの、オンラインで。で、もちろん、メールのところとかでは、もう、こんな興奮してたらわかるでしょ。で、メールとかチェックしたけど、もちろん手紙とか入ってないわけ。入ってきてないの。で、で、オンラインでチェックしたの。子供たちと帰ってきてから。で、そしたらね、受かってたの受かってたのイエーそうやっと、やったですよ、皆さん。このジャーニー、長かったジャーニー、学校に行き始めてから、ねえ、1200時間学校行って、で、筆記テストを受けて、受かって、で、やっと実技はその4ヶ月後とかに受けて、やっとそれで受かったって感じ。そう、だから、もう晴れて美容師ですわ。それを皆さんに伝えたくってね。やっと美容師の免許取れたで。嬉しい。あ、そうだ、昨日それで旦那が、その後さ、旦那が帰ってきてから、食料品の買い出し行ったのよ。そう。で、ティラミス買ったの。だからそれを食べる、これから。それをこれから食べる、お祝いとして。OK。ティラミス食べる!あ、これ見えるね。今さ、こういう大きい服着るから分からんねん、大きさが。これ見えるよ、こうね。テレビに。こういう感じ?ゆったりしてて見えないよね。24種。これ。お友達が日本に帰るからって言ってくれたの。ちょうだいって言ったらくれたの、ただで。かわいいでしょ。子供たちの本棚になっております。ありがとう、まなちゃん。あー、こういう感じ寝るよ。